すげえありがたい。で、変形勝者は、これ、あれです。あの、変形するタイミングは命です、結局。要は自分が見られてない時はもう確定行動ですね、これ。あ、僕も今言おうとしてました。はい。これ、これの上手い下手は絶対そこだと思います。うん。マキオとかはね、変形解除があるからいいけど、このゲーム変形解除がないから。そうですね。うん。マキオンとか、あとエクバ2だっけ？あとバーサスもあるか。あります。そう。変形解除あるから、まだなんか、ローリスクで打てるけど、このゲームとかは結構ハイリスクなんで、しっかりと変形勝者は、その変形する場面を見極めて変形する。で、これ、まあ当たり前だけどジャンプ2回やったら加工します。こういう感じです。加工します。で、ジャンプをしたら、押しっぱに、1回押しっぱにしたら上に行きます。もうこれを使うだけです、本当に。で、相手は、あともう一つポイントがあって、相手が行きそうな方向に置いとくんですよ、先に。ただこれ、これさ、マスター今さ、壁右じゃないですか。右壁じゃん。はい。だから右に行けないんですよ。行けないっていうか、移動できないんですよ。だからこれ行けるとしたら、はい、左に行くんですよ、ね。左に行くか、その場で、とどまるかしかないんですよ。はい。なんで、その左に移動した時用に、先にそこに置いとく。で、移動しなかったら今みたいに投げ払うんですよ、右に。うん。これは、あの勝者系の多分基本っすね。こういう感じで分かりましたかね。今の変形勝者を左に置いて右に曲げるみたいな、これ全段ヒットにはなんないけど絶対当てれることはできるんで、まあダウン取れたりとか、だから残り一発の時とかはこういうのを使ってやったりします。はい。しかも、あの、ネンさんの場合、マジで、あの、対戦したことあるから分かるんですけど、ガチ見てないときに、マジ打ってきますよね。まだそう、打つね。すごい打つ。はい。見てないんで、まあ当たりますね、基本的には。だから、目離しちゃダメだよっていう話ですね。いや、でも難しいですよね、それが。そうだね。まあ、変形勝者はこんなもんじゃないか。あと、ホーミング使うとか。ああ、そうですね。うん、ホーミング使うとでも自分も食らっちゃうからね。ちゃんとやんないと。うんうんうん、だからホーミング使うときも見られてないときに使う。だから結局見られてないときにいかに打てるかなんだよね、変形勝者って。そうですね、見合ってるときに食らうのも当てるのも、要はありえないんですよ、個人的には。その食らってる方が悪いんですよね、要は。その見られてるときに、見合ってるときか。お互い見合ってる時に変形されて勝者食らうのは結構ないですよね、俺的には。すいません、僕めっちゃ食らってます。あのビーム置いとけばとりあえずホーミングされないんですよ。とりあえず変形したの見てからビーム置いとけばその場はホーミングされないんですよ。なんで、うんうんうん、要はこっち側も盾したりとかいろいろやりようはあるんですよね。で、向こうは結構、まあ、リスクを犯してるってほど犯してないけど、マキオンのテレビゼロとかは、正直。いや、マジ犯してないっすね。うん。犯してないけど、まあ、そこまでポコスか食らうもんでもないのかなって、個人的には、俺個人は思ってる。うん。うん、だからまあ、そう、やられてる側の対策としては、メイン置くなり、まあ、メインやってすぐガードを仕込むなりして、まあ、ミス待ちっていうか、そういうキャラ、なんでその変形させなければいいわけだから、近づくとかその後に、まあ無限に打ってくるわけじゃないんでチャージ時間もあるし、そうですね、そうそうそう、その間にうまく、まあ、どうにかするっていう感じになっちゃいますね。だからホーミングとかされて被弾、ホーミングして被弾してる人はその見られない、この先自分にロック来ないなっていうのに気づいてないって感じだと思いますね。うん、うん、あ、 あとはさっき言ってた格闘技のちょっと話しようか。はい。なんかその間にありますか。縦読みキャンは動画になってます。そうですね、講座動画の方に、はい、あっちもなんだろう、リガのなんだろう、これはガクガクする、ガクガクするというのは何なんだろう。あの振り払いじゃないですか。
ザザザザザって。うにゃうにゃんってこう曲げていくやつですか。あれはレバー左右に倒してるだけですね。うん、そうですね。